皆さんこんにちは、さちです。今日は図で考えるシリーズの第4回目、いよいよ考えるパターンの4つ目、原因と結果です。どんな物事にもそれが起きた原因があります。直接の原因から間接的に影響を及ぼした遠因まで、また見かけの原因から目に見えない心理的な原因まで、原因の解明は単純ではありません。しかし私たちは持って生まれた知恵で原因と結果を整理します。特に日本人はこの能力がとても優れています。それを教えてくれたのはコロンビア大学の MBA の学生だったアメリカ人の友人ケビンでした。彼は今日の授業は改善を学んだよと言いました。それによると、日本人はどんな仕事や地位についている人も仕事が効率的になるように小さな工夫をしたり、より良い結果のために何をすべきか、個人から会社全体までみんなが改善する、それが日本のビジネスの強みだという授業内容だったそうです。いつでもどこでもちょっと不便だなと思ったり、思いがけない結果になったりすると、私たちはどうすれば良くなるだろうか、もっと便利になったり効率的になったりできないだろうかと、習慣的にあるいはとっさに考えます。私たちはもしかしたら世界で一番原因と結果をよく考える国民かもしれません。原因と結果には単純なものから複雑なものまであります。単純なものとは、例えばスピードの出し過ぎは交通事故になるとか、食べ過ぎると太るとか、何でも練習すれば上達するとか、経験によって A をしたら B になるという原因と結果の知恵です。この知恵を使って両親は子供を育て、子供であった私たちは時に反抗したりしながら、やっぱり A をしたら B になるというたくさんの知恵を身につけていきます。一方、世の中には経験則のような原因と結果以外にもう少し込み入ったものがあります。仲良く話をしていたのに、なんだか空気がおかしくなって喧嘩別れになってしまった、何が原因だったんだろうというような身近な出来事はもちろん、仕事や家族イベントで思いがけない結果になった時、そこに至る原因を考えます。原因と結果の図はこちら、リボン図です。真ん中の結び目のところにトピック、つまり考える対象を入れて、左から原因、右に結果を書きます。時間はこの図で言うと左から右に動いていきますよね。まず原因があって、それが結果になります。しかし先ほどの結果を予測できるような知恵とは違って、ある結果が起きてから初めて原因を見直すことも多いです。この場合は時間を遡って原因を突き止める作業になります。原因と結果は時間軸の考え方、時間を巡行したり逆行したりして因果関係を考えます。時間軸の考え方であることから、この図は実は歴史上の出来事を理解するときにも大変役に立ちます。では身近な例、歴史上の例、それからもう一つの使い方と3つの例をご説明していきます。まず身近な例です。私は2ヶ月ほど前にお財布を落としてしまいました。ターゲットというチェーン店で日用雑貨を買って、その時に慌てて落としたと思います。反省を込めて作ったのはこの図です。この場合にはまず結果が先にありました。カード会社に連絡してカードの停止と再発行を依頼、オフィスのキーカードの再発行も依頼しました。それが落ち着いてから、なんで落としたんだろうと考えました。よく見るとお財布と携帯用の小さなバッグのポケットのファスナーがちょっと緩くなっていて、簡単に開いてしまうことに気がつきました。支払いの後きちっと閉めたつもりでしたが、この緩いファスナーが半開きのようになっていたんだと思います。それに荷物が多くて注意が散漫でした。これらの原因を受けて考えたのが、当然のことなんですが、カードと現金は分けようということ、そして支払い時には注意をしっかり財布に向けようという反省をしました。では2つ目の例、歴史上の出来事を応用する例です。この図は明治維新の原因とその結果何が起きたかを簡単に図式化したものです。ここには煩雑になるので年は入れていませんが、もちろん年もとても大事ですので
1853年にペリーが来たとか、明治元年が1868年だとかを入れてください。またこの例でわかるように、それぞれの要素が、まあ、原因と結果になっているものもあります。例えば薩摩藩と長州藩の同盟があって、それが戊辰戦争へつながりました。ですので、ざっと出来事の因果関係をつかんだら、さらに細かいリボン図を作ることができます。知識と知っている、例えばアメリカの南北戦争も、このような図を1回作ると因果関係がよくわかります。最近の出来事では、例えば BLM 運動や大統領選挙などのトピックも、大きなリボン図で何が何を引き起こしたのかを考える、小さなリボン図でそのエレメントを考えるような応用ができます。さて、これらとは違う使い方、それは結果の予想です。例えば何かイベントを企画したとします。家族イベントでも、同窓会でも、仕事でも、何でも構いません。それを真ん中に書きます。そしてそのイベントを企画する原因、つまり理由あるいはニーズを左に書きます。それから予想される結果を右に書いていきます。結果には良いものも悪いものも含めてください。例えば屋外のイベントであれば、天候によって実行が不可能な場合もあるでしょう。セールスの企画ではターゲット層が来ない場合もあるかもしれません。良いものも悪いものも含めて書き出していきます。そうすると、結果の予想だけでなく、とっさの場合にどんな準備が必要かなどが見えてきます。ドーナツ図で発想を得て2つの企画案を出したとします。それをダブルのドーナツ図で比較し、実現するためには何が必要かを分類図にまとめ、ニーズと予想される結果をリボン図にまとめるというように、今まで箇条書きかメモにして考えていたものを、このような図を使ってダイナミックに考えることができます。日本人の得意な改善の大元である考え方であり、時間軸の出来事をまとめるのに最適、そして未来も予測できる原因と結果の図、どうぞご活用ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったよと思われましたら、高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。本日もどうぞ良い一日をお過ごしください。